山吹御前は、平安時代末期の女性。源義仲の敏女と言われている。平家物語によると、巴御前と共に、信濃国から京へと付き添ってきたが、義仲の敗北の際には、病で動けなかったため同行できなかったという。登場するのは、軍記物語の、平家物語のみであり、当時の一次資料や鎌倉幕府編纂書の、吾妻鏡には、その存在は確認されない。平家物語でも語り本系のみに登場し、読み本系の延享本や源平盛衰期には登場しない。源平盛衰期において、巴と共に登場する女武者は、葵という女性で、砺波山の戦いで討ち死にしたと記されている。巴と同様に、中原兼遠の一族とされることもあるが、小説家の海音寺長五郎は、金指市の持城に、山吹城という城がある点と、諏訪大明神絵言葉に、諏訪下社を法理である、金指守積が義仲を婿に取り、女の子が生まれたと記述されている点から、金指一族の出身であるとの見解を示している。明治時代の自由民権運動家の武井大綱は、著書、帰いける古今遠隔史で、義仲の妻は、藤原愛子と山吹姫であると記載している。敏女と記載されているのは、軍記物語である、平家物語のみであり、当時の一次資料や鎌倉幕府編纂書の吾妻鏡には、その存在は確認されない。平家物語は、文学的脚色である、可能性が高い。敗者であるがゆえに、敏女と妻を取り違えて解釈し紛れもない冒涜、いじめであり、正確にはをめかけとし、を、妻、正室と主張している。愛媛県吉にかけての一帯に、山吹に関する伝承がある。義仲が、伊予神であったという事実から、山吹が、伊予国まで、逃避行し、二見町上灘の沿岸部に上陸し、上灘川に沿って、東方向に移動する中で息を引き取り、中山町猿谷の山中に埋葬されたという、内容である。このルート上で、伊予市立水小学校付近の大栄口から、猿谷方面への上り坂は、病に倒れた山吹の屍を笹舟に乗せて引き上げたことから、引き坂という名前が残り、山吹の墓とされる、五輪塔が残る集落は山吹集落という名前であり、山吹神社が鎮座する。猿谷には山吹集落の北側に、源氏という名前の集落もある。また、伊予市立水小学校付近の集落では、山吹が追ってから見つかるのを防ぐため、上りを上げることを控えたとされ、現在も住民は、慣習として、鯉上りを上げない。同様の例は、平家の落人の里にも散見される。また、滋賀県大津市には、京楽より義仲を追って、大阪山を越え、近江へ入ったところ、現在の JR 大津駅の地にあった秋岩寺で、敵陣に倒れたとの伝承がある。現在大津駅のそばに山吹地蔵の彰子がある。ありがとうございます。